ジローナは、スペイン・カタルーニャ州、ジローナ県のムニシピ。ジローナ県の県都である。カスティーリャ語による表記はゲロナ。自治体公式名称は、カタルーニャ語名のギロナ。最初にこの地域に住み着いたのは、イベリア人である。紀元前77年以降、グナエウス・ポンペイウスが、アウグスタ街道沿いに、オッピドムを建てた。そして、ローマ人がジローナの元となる。 定住地ゲルンダを築いた。新都市ゲルンダはサンフリアンデラミス住民を再入植させ、ゲルンダは地域の中心地となり、都市を囲むローマ式の工作地が作られた。ゲルンダは海から遠く離れた内陸の都市であったにも、かかわらず地中海に面したアンプリアスと良好な関係を持っていた。初期のゲルンダにはタラゴナの主婦司教座教会と共に司教座教会があった。 古いローマ帝国の首輝きから出してすべてが廃墟となり市民の数が減少したためにゲルンダは過疎化が進んだ。イスラム教徒信仰がジローナに新たなイスラム教徒の力を引き寄せた。しかしカロリング朝、フランク王国の南化のために彼らの優勢は続かなかった。カタルーニャの歴史家ラモン・アバダルは後のカタルーニャが誕生する過程の最初であるとみなしている。 時が進むにつれ、ジローナがその重要性を実証していくからであるとする。ジローナをイスラム勢力から奪還したカロリング長は、この領土を地元貴族であるジローナ博へ委ねた。ジローナ博の本拠地たるジローナは、イスラムの脅威のさらなる困難な段階を克服し、国土回復を果たした。新たな城壁が都市の広場に設置され、都市を取り巻く城壁は拡張された。 ジローナのユダヤ人社会の最も栄えた時期には、市にカバラの学校があった。当時のジローナの月頭は、ヨーロッパ有数の保存状態の良いもので、現在も観光名所となっている。1351年、アラゴン王及びバルセラナ博のペラギ天王は、王位継承予定者であるジュアン王子に、ジローナ行為を授けた。この後、ジローナ行為は、 アラゴン・カタルーニャの君主位継承予定者に授けられる称号の一つとして定着した。15世紀から17世紀にかけジローナは成長を続けた。市民は都市を守る城壁の小さな増幅及び改良を実行していった。ジローナは17世紀から18世紀までヨーロッパの幾度もの戦争が起こる中、フランス軍との最前線の地となった。19世紀初頭。 スペイン独立戦争の間、都市封鎖や戦闘でジローナは荒廃した。1889年以降、ジローナは城壁南側の壁一方を壊すことが許可された。ジローナはこの時から現在の姿へと変わっていった。1939年2月4日、フランコ軍がジローナを占領した。ジローナはバルセロナからポルボーフランス方面への本線上に位置し、 バルセロナからの所要時間は1時間10分から1時間30分程度である。また、マドリードからは夜行列車が運行されていて所要時間11時間20分である。現在、バルセロナからフランス国境方面へ向けて建設中の高速鉄道に駅を設置する計画がある。高速道路 AP-7 がバルセロナ方面からフランス国境方面へ通じている。 また、ジローナは、海岸方面及び、ピレネー山脈方面への道路網の拠点となっている。町の中心地から 12km 南に、ジローナコスタブラバ空港がある。この空港は格安航空会社、ライアンエアーが、ハブ空港の一つとして選び、近年成長した。IEC、カタルーニャ自治州政府、2013年8月8日閲覧。ニ2ギロニナは、 カタルーニャ語の住民故障で、前者が男性系、後者が女性系。ゲルンデンセは、カスティーリャ語系で、男女同系である。バリアシオネスでロース・ミューニセピースで、エスパーニャデスで1842。ミニステリオでアドミニストラチオネイス・プブリーカス。2015年2月1日、閲覧。 パブロスヨネスデエチョデスで1900アスタ1991シフレスオフィシアルズデロースセンソスリスペクティボースシフレスオフィシアルズデパブレーシアンリザルトンツゲラレビチオンデルパドロンミューニセプル A1 デエネロ世界の美しい階段エクスナレッジ2015年146ページ ISBN978 から4から767820422ありがとうございます